はいどうも、鷹の目のミホうです。えー、今日はあの千里眼の冷やしざるそば作っていこうと思います。これがあのタレですね。で、あと海苔とかチャーシューとかいろいろあるんですけど、千里眼って言ったらやっぱ冷やし中華っすよね。あ、まあ今回はざるそばなんですけど、あれむちゃくちゃうまいんですよ。前取り寄せた時に食ったら。すごいね、あの麺もね、 なんかしっかり弾力あってすごい美味しかったで今回もこれチャーシューですね結構分厚くてジューシーそうスすねじゃあまあ作っていこうと思いますお店はね今年行きたいと思うんですよ去年行けなかったんですよねあのなんか軸く時間なくてでこれ麺ですね太麺すごいむちゃ太いんっすよで売り上がりましたくソ早いはいで完成しました <laughs> あの秒速 <laughs> 僕、あいまとのめんどくさいんですよ。なんか、いちいち。なんか、作って、取って、作って、取ってて、あの行動めんどくさくて、だいたいこういう感じなんですけどね。すごい、アデダ玉がね、あっかいすよ。千里眼で言うと。こんな感じですごい。ごまも入って。結構、ピリ辛でね、美味しいです。でも、そこまで、出来辛じゃないんでね、ちょうど食べやすい辛さですごい美味しかったです。アデダ玉もすごい、食感良くて美味しかったです。す